どうも皆さんこんにちは、なっちでございます。今回はですね、まずね、皆さんに謝らないといけないことがあります。私なっちはなんと冷房をつけてしまいました。早い、こんなんで夏を越せるのかとね。まだ4月ですよ、5月でもないのに今日つけちゃった。ついに、いや、なんかね、4月で30度いかれちゃうとね、あれ夏って何度だったかなってなるんだけど、そう、名古屋って本当にね、まあ下手したら東京とかよりね暑くなることがあって、まあ下手しなくてもか、もうなんか本当に暑い地域なんですよ。やっちまったなと、はい、反省はしてない。はい、ということで今回こちら使っていきましょう。ビュートでございます。一応ね、5体確保と、2人スキルマ作りました。 P じゃないよ、周回したよ。で、5は無理、もう何が無理って、24時間以内に周回無理、割と時間かかるし、やっぱ25上げってことで、だから5体で100周ぐらいしないといけないっていうね。で、木炭もないし無理だなと思って、まあ、どうせ幕張かなんかでもう一回ぐらい配ってくれるんじゃないのかなってことで、まあ、一旦諦めました。なんで母体だけ取ってきました。まあ、結局ウォレスもガイアドラゴンも全員はスキルマンにしてませんからね。なんで、まあ、とりあえず2体スキルマン作って、で1体素材分取っといての6体ですね。はい、ということで使っていきます。スキルはね、これ上げないと本当にやばい。あのザパンとボーマね、まだ、まあ、ザパンも上げた方がいいけど、ボーマってまだね、あのダンジョンで1回ぐらいしか使わないんでいいんですけど、この子はね、あの3ターンで3個生成っていうスキルなんですけど、これスキル上げないと28ターンで3個っていうね、とんでもない性能になっちゃうんで。なんでこれ絶対上げないといけないですね。で、アシストはジンオーガです。まあ風神でもいいんですけどね。リーダースキルは木の5コンボが最大ですね。で、10コンボ強化あるんで、本人もそこそこ火力出せるかと思います。で、一応バランスタイプなんでキラーも付け放題と。サブはもうとにかくループですね。フレンドディアブロスなんで、そんなにループ考えんでもいいかなと思ったんですけど、やっぱループを見たい、したいということで、今回、九州向こうが1枠しかありません。なんだかんだ最近出ないからさ、いけるんじゃねえかっていうフラグをここで一回立てておきます。いきましょう。あ、ちゃうちゃうちゃう、こっちじゃない。そう、昨日の夕方ね、開封したからもう間に合わないんだよね。だから夜中とかに開封してればワンチャンあったんだけど、昨日もなんだかんだ割と早く寝ちゃったし、まあ無理ですね。で、みんなはね、野獣の神聖の方入れてほしいって言うんですけど、今回はビシュンです。特に理由はありませんが、エンキル2体目進化させてないっていうのもね、あってね、まあそれが理由ですね。さあ行きましょう。早速入った。あ、これ何タイプでもドラゴンなんだ。なんかさ、タイプごとに違うのかなと思ったけど、そんなことはないんだね。そんなね、何種類も作らんよね。で、このエフェクトは一緒なんですね、共通なんですね。まあ2コンボは毎回欲しいかな。ナイス。ディアブロだとめっちゃ発動するやん、革命ですね。まあもちろんね、あれよ、あれよ、どれよって話だけど、なんだっけ、名前がもう出てこない。あ、ビュートでロマンをね求めるっていうのもありなんですが、やっぱ安定はディアブロよね。ビュートだよね。なんかビュートって名前忘れやすいんだよな。出たスキルはあと14ターンか。まあいいや、じゃあ行っちゃいます。これは5コンボいけるんじゃないか。あー、ちょっと待って、塊魂です。これはさようなら。いや、落ち込ん先輩がもう1コンボやってくれますので、あざす。これが最大、いや強い。こん中だとビュートが一番強いか。そうかそうか、多分ゼラチン、向こうのゼラチン持ってきたら向こうの方が高いんですけど、今回はね、ニコ持ちとかいないんで、ビュートがメインですね。いいじゃないですか、いいね。はい、6個以上。
気持ちいいです、サクサクです、なんか体力もいいね。37777ってね。はい、バインド回復の時間がやってまいりました。操作時間は8秒です。結局尾では抜けないんだよね、こういうことがあるから。よし、バイバーイ。いや、ディアブロはほんといつねオワコンになるんですかね。ディアブロがオワコンになるときパズドラも終わってる説がありますよね。おい、目覚めループをさせろよ、玉カス。できんくなったがや。あ、そう、この前ね、方言の話をしたんだよ。たまに僕、ガヤって言うじゃないですか。ガヤとかさ、出たガヤとかね、言うじゃないですか。テンションが上がった時しか方言出ないんじゃねっていうね、そういう話をしててね。まあ、確かにそれはあるなと思いました。でもね、広島弁のね、ことね、話したんだけどね、すごかったよ。本当になんだろう、裸足の弦みたいな感じで、あ、本当に、じゃとか言うんだってね、すごいびっくりしました。はい、瀕死です。おーい、遅延で溜まってないやないか、これ大丈夫か？大丈夫なんか？毒多いぞ。これは大丈夫なんか？ドラウプに行っちゃう。一回ドラウプに行っちゃうわ。ドラウプに行って溜めるわ。念には念をね。で、そう、ディアブロの話に戻るんですけど、闇ラードラもね、10コンボ強化あるということで、で、悪魔タイプ全パラメータ上昇。10コンボ強化活かしたくて、悪魔タイプなんかいいフレンドいないだろうか、こいつです。やばいよ。しかもね、木枠も、まあ、木枠は、あ、そうか。悪魔だからオデが入らんのか。それはあるな、闇ラードラちゃん。オデラグが入らんのはちょっと痛いかもしれませんね。いや、ラグは痛いな、結構。まあ、ラグ、あれだもんな。別にキラーだけだもんな。軽く出るわけじゃないもんな、全体に。イリアルも入らんってことでしょ？ちょっと編成難しいかもしれませんね。痛い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 。まあ、闇ラードの動画についてはまた別で出しますんで。できればそっちもご覧くださいと。いった感じで、しおゆうさんを倒します。来ると思った。来ると思ったんだ。来ると思ったからちょっと回復をね、頑張っといたんだ。ヘルさんでね、体力減ると思ってね。うん。そう。ちょっと待って、まずいまずいまずい。ちょっとまずいなぁ。ちょっとまずいなぁ。これ毒がさ、ガッチャリ、ロックされちゃうんじゃない？ガッチャリ。あ。はい、ということで、ここまで帰ってきましたよ。ちょっとねぇ、さっきまで話してたのにね、突然黙ってね、黙々とね、ダンジョン途中までね、登り直すのめんどくさいんじゃない、めんどくさいではない。なんか虚しいんだよね。突然無言でやんないといけないからさ。喋ったところでどうせカットするからさ。あー、素晴らしい。平和。平和なんだけど、マシンキラー逃したってことはね、きっとね、まあ、良くて攻撃とかじゃないかなって思います。最近あんまいいキラーが出ないんですね。さあ、一応ビシュヌはそうだね、バインドされてないから今回は遅延受けないと思いますので、さあ誰が来るかなと。そんな気はしたよ。盆栽とか全パラなんやろうなとは思ってたよ。本当にそう来るとはね、本当にそう来るとはね。よし、まあ、でも今回ドラゴンゾンビ出てませんので、非常に快適だよ、非常に快適ではあります。 7×6 だからね、あんまり気にならないっていうのは逆でして、 7×6 だからこそたくさん降ってくるっていうね、見方もありますからね。あ、そうだ、この前の目隠しの動画でさ、僕さ、ここさ、ヘイムダルかさ、スルトって言いましたけど、こいつでした、そういえば。
編集中に気づいたんですけど、こいつでした。で、あのドラゴンフロアもイル6の可能性がありましたし、結構見逃してる点は多かったですね。なんでまだまだ勉強がね足りんなと思いました。あそこは西洋とあの北欧が出るんですね。だからセレス、あれセレスは盾張らんかったっけ、張らんか、封印か。おや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 、これはめんどくさいぞ。闇頑張ればいけるはずだよね。一応ね、片方のビシヌがディアブロついてるんで火力は出るはずなんですけど、5コンボして副属性も上げていかないといけない感じかな。頑張れ。あ、これはいった、オッケー。あ、プレドラもね、この調子ならいけそうですね。問題は今気づいたんですけど、追い打ちがないと。いろいろねえぞこのパーティー。ないよな、追い打ちないよな。超でいいから、なんかなんだっけ、なんかの武器にあったよね、アロンダイトだっけ、なんか追い打ちつく武器ありましたよね。超でいいからつけるべきだったかな。面白そうっちゃ面白そう。さあ、このプレドラでもありませんので、ソニアグランがいいな。最近ソニアグラン見てないんだよね。死んだちょっとちょっと、今のでダメっての相当やばくない？あれ？もしや厳しい？これ、こいつに軽減がないのが厳しいよな。まあまあ悪くない悪くない。でここでウェイよりかはコンボ数を意識しないといけません。うーわ、なんで3の3の3だから4コンボは組めますね、自力で。で1個落ち込ん頑張ってやっていうことで頑張りましょう。あまり綺麗に組むとかね、そんな考えずに、とりあえずはしっかりと分割しておくと。おなしゃす、落ち込ん、全然こんやないか。なんでそんなさ極端に来なくなります。まあ1体なら耐久できるんだけど、いやおかしいでしょ、来なくなるタイミングに悪意を感じる。さっきまでボロボロ振ってきとったやん、毎回10コンボ強化みたいなノリだったやん。どうして僕をそんなに困らせるんですか。今目覚めが消えてるんですね、まあ、それはしゃあないわ。さあ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 、なんで木が降ってこないんですかね、ポンポコポンポコ。序盤は降ってきたやないか。で、ここでめっちゃ来るんやろ、どうせ。来ないし。目覚めつけて3つってどういうこと？どうした？ダルマロードどうした？仕事放棄？ここはじゃああえて目覚めもない状態でいい感じに調整できんかなってことで殴ります。てかむしろいい感じじゃないかな、それが。でこれで半分ちょいぐらいまで行ってくれれば非常に理想的なんだが、あ、もう全然出ませんね。ただこれも一発やればって感じありますよね。なんでこれも一発ぶち込んでいきましょう。おーっと光がすごい、ゼウスブレードすごい。大丈夫これ、8コンボある？あるね。よし、これで根性がちょうど消えない。闇の上大事ね。さっき闇上をたくさん組んだんで、それが大きかったのかなと思います。
あ、10本も強化出ちゃったけど、おっす、 OK でしょう。いやー、ちょっとね、想像以上にしんどいです。もっとサクサクっとね、序盤はいけると思ったんですけど、なんか後半になるにつれて、後半ってか中盤か、中盤で苦戦してますからね。ちょっと今後が怪しいですね。だってレーダー竜もさ、ゼラ使ってさ、まあ、ビシュルもあるとはいえね、無効貫通組んで落ち込んっていうか、木のコンボ組めんかったらどうすんのみたいなね、どうすんのってか、まあ死ぬしかないんだけど、ちょっと渋そうではあるよね。さあ、まずソア回避していきたいところです。 OK となら大丈夫、突き進んでいきましょう。ドラッキラ出てますからね、確かね、確かドラキラ来てるんで、惜しい。誰だ、あ、ここはいいんだ、ここはどうでもいいんだよ。まあでも一応ビシュヌがね、あの封印ないんでね、ビシュヌに封印対策は必要です。なんで今回陣容が武器をたくさんつけてきたんですけど、あ、タグ土も嫌だな。ラクシュミーとか、ラクシュミーとか、ラクシュミーとか。おー、来たね。これさ、多分さ、木の1コンボならさ、大丈夫なんだよね。でもディアブロが出てしまうもんな。そこだよな。7コンボ強化が彼かかっちゃうんで、これ2コンボ降ってきちゃうと、ですよね。まあ、ここをおとなしく使うしかないですかね。どうせ殴り合うって言ってもヒマラヤは調整できませんので、サマソが溜まる、サマソが溜まるというのはちょっとワンチャンに感じてしまいますね。しばらくは控えめのコンボで調整を狙ってみて、これじゃこんなもんだもんな。難しいとこだわ。木の1コンボの、サマソが溜まったところで感はすごくなってきた。3コンボでどうでしょう。あ、いいね、ワンチャンある、ワンチャンある。耐えれそうなんでここは打ちません。ちょっと副属性で削ります。で、半分ぐらいまで行っていただいて、はい、ナイス、いけそういけそういけそう。これ使うでしょ。で、さっきやったのは3コンボプラス、もう回復をあえて全部つなげることによってコンボ数を減らすっていう作戦ね。2345で、はい、ストップ。 OK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  で、ここは木を入れずに普通に8コンボしましょう。落ち込んきた瞬間、陣容画を使います。来ないでね。笑えないよ。よし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 。オッケー、最高。いけなくないですね。てか、サマソが強いね。で、これは、こうすればいいんです。一旦もう、無駄にしちゃって、木は貯めといて、回復も貯めといて、こっち押しとけば、ダルマロードで消せますんで、はい、これで OK と。さあ、じゃあ、もうクリアまで一直線、行きましょう。あとは、ビシュのヘラドラを引かなければね、もう勝ちですよね、ほとんど。任せてください。ここはとりあえずイースを引いていきます。
うわー、嫌だ嫌だ、あんたほんと最近嫌いだ。さっき使っちゃったから一旦我慢します。なんか覚醒バステと使ってた頃はめちゃくちゃ嫌いだったんですよ。あの頃はだってバステトでこいつ突破が運ゲーでしたから。でしばらくはまあこいつね、ディッシュよりかはマシやろっていう存在になったんですけど、まあ最近またねこのお邪魔がめんどくさいことね、それに気づきまして嫌いですね。うわー、からのリファイブきついな。ここはもう使っちゃいましょう、ビシヌ。でとりあえずこいつをやる。あれが怖い、あれがヘラさんが怖い。一応サマソはあるからね。あいつはブブも怖いな。 60% か、弾かんかったらめんどくさいぞ。ありがとう、どっちでもないアテナちゃん最高です。ではでは、うわー全然溜まってない。まあでも2ターンあるからいっか。まあお邪魔の目覚めはもう仕方がねえ。よし、吸収向こうも残ってるんでね、まあ、誰が来てもなんとかはなってくれると思う。おお、お前か。気吸収じゃなければやっちゃうぞ。光と闇も怖いけど、闇怖。いやでもないよな、火闇とか絶対入るよな、どっちかはな。でもやるしかないよな、覚悟決めるしかないですよね。行きましょう、ハウリングストームで。ノアドラなんで今回は超追い打ちは考えずにとりあえず分割を考えます。そっちの方が大事だと思うんで、いつもなら超追い打ちも組んで火力を考えたいところなんですけど、今回は一旦それは無視します。はい、では行きましょうか。いやちょっと待って、 OK 行きます。ここにウェイで、こうしてで、こうしてで、ここに無効貫通ね。はい、あとは知らん。振ってこい、振ってこい。よし、いったやろ。 OK から、いやこの盤面でいきたいな。からのビュートの変換と思ったけど、この盤面でいきましょう。オであるんで、オで貼っといて、3の3の4だな。433でいきましょう。ここ読んで、で、下で3でしょ。で、闇のウェイも結構火力出すから、闇のウェイが意外と火力出すから、闇のウェイ組んで、どうや？どうや？どうや？とりあえず半分はいくよね。OK。で、ビシヌが溜まった。おーい、おーい、なんだそれ、せっこ。チカーリーって本当にこういうことするよね。闇カーリーを見習ってほしいわ。怖いなこれ。ワンチャンあるぞ、2コンボじゃワンチャンあるぞこれ。あえて木は消さない方向でいくか。パール戦で分かったもんね。木を消さなければ、どんだけコンボしようが火力は出ないってことだね。は？なんだそれ。まあ大丈夫大丈夫。はい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 。もう一旦踏ん張りたいとこですけどね。念には念を入れて。8コンボできるか問題がありますけど。お邪魔めっちゃ降ってきたし。1の2の3、4、5、6、7、8、多分できてる。まあ、木も1個落ちたけど、あー、2個落ちちゃった。嫌な予感しかしない。ほーら、知ってた。そうなると思った。知ってるよ。ドラゴンキラーどうせゲットさせてくんないんだろ。はい、チンチンでした。ってことで、ちょっとね、リーダーで使うには、ロマン砲すぎたね。
まあ、目覚めルーパーってこれだからな、ちょっとやっぱね厳しかった5コンボは。かといって相方ディアブロじゃなかったら軽減もないし場面広くないしってことで、なんかおこれ強いんじゃねって思ったほどではなかったっていう感じでしたね。結局ザパンが今んとこね一番ね強いと思うな。あいつは強え、まああいつも負けたけど、結局このシリーズを使って勝てたことがないっていうね。はい、ということでビュートを作った方はね、まあぜひ一度は使ってみてください。あんまりおすすめはしません。以上、なっちでございました。バイバイ。